吉谷さん、いや、FX のオリガルヒ、吉谷さんの動画を勝手に切り取りということでね、もうどっからでもね、ティーアップ動画を持ってくるみたいな感じです。まあでもね、さすがにね、堀谷さんとか高橋がなりさんが喋ってんのをコラージュして、なんか FX オリガルヒ買えばいいじゃん、意味あるんですかとかね、そんな動画作りませんけどもね。まあ吉谷さんの動画なら、言ってること切り取っても、まあ別に切り取らなくても同じこと言ってますからね。で、まあ変態ですよね。なんか吉谷さんなんか、チーハイでぶっ倒れてもサポートしてそうですよね。正月だろうが、どっかね、庄屋岬行ってようが、それこそ桜島が噴火してようが、なんかサポートしてそうですよね。なんかね、そこまでできねえよみたいなのをやってる人についていくのいいんじゃないですか。いや、さすがにね、私もいろんな塾を自分の速稼塾から輩出してきましたけども、そのサポートの速さと密度で私にかなう人間多分今んところ出てきてないんですよ。出るわけないと思ってますよ。だから実績も誰にもかなわない実績をね、走れると思いますしね。いや、本当に確かに普通の人生でいいんだったら普通を目指せばよくって、特別なことする必要はないんですよ。でも変な人生とかをね、望みたいんだったら少なくとも変な人についていくぐらいしかないんじゃないですか。ほら、脱臼して動画送ってくるとか言ってね、そのぐらいには休めよと思うじゃないですか。ね、人間ドックからもね、放送してきそうで怖いですよね。まあなんかあれですよね。自分が何になりたいのかっていうことも大事なんだけども、何になりたくないのかとかね、これだけはなりたくないよっていうものを強く思うことも大事なんですよ。例えばね、月末に支払いに困っていろんな口座からお金を集めて引き落とし口座にカツカツ入金するみたいなのは手間もかかるし嫌じゃないですか。それこそ銀行口座には気にしないぐらいのお金があって、毎年毎年毎月か引き落とされても金融事故が起こらないみたいなね、なんかすごいレベルで喋ってるんですよ。いや、私本当にね、月末にお金集めて引き落としのためにボンと入金して、それでも足りなくって電話がかかってきて、確認が取れませんっていうのは何回もね、遭遇しましたんでね。あの手間のめんどくささって言ったらないですよ。だから、あの手間がないだけでも今は本当に時間を無駄にせずに済んだかなと思ってますしね。いや、でも一晩中返信動画を作っていたりとか対応していったらね、さすがに今日は疲れましたね。これだけでも、まあね、お金のこと言ったらあれですけども、一晩で人の年収ぐらい行くわけですから、一晩でね。それこそ年に1回か2回で大型セールスはいいよねってことになっちゃいますし、まあでもね、やっぱり根本的に一人で FX ができるってところはいいですよね。もう一人で勝てるっていうところが。で、自分の FX する時間をちょっとね、リソースを割かないといけないんで、その分はちょっとお金に変えさせてもらうよっていうバランスで、スクール運営にはお金を金額付けさせてもらってますけどね。全く人のサポートをせずに自分の FX だけやった方がそれは気も楽だし、まあね、儲けは儲けで同じだしいいんですよね。まあでも今回本当ね、吉谷さん、申し込み受付をする前に金額も言ってないのに10件のお申し込みあったんですよ。本当なんかこう感動しますね、それ。そういう意味ではね、いや本当ありがたいことだと思います。で、ありがたいのあるで今回いきますけども、吉谷さんにもありがたいエピソードがね、たくさんあると思いますので、また聞かせていただければ幸いです。